美味しいのは美味しいんだけど。なんかさ、世界比べてみたって番組知ってる？日本の美味しい辛い焼きそばをさ、辛いのが好きなタイプかに言っても、くだらないことで笑って、逃げない会話で泣いて、一つ一つの出来事に、辛いのにわさびが消えない。おめでとうございます。忘れない。いやいやいや、なんか11月あの10月の20日アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行く。なんでここのは使えないけど、金もないし力もないし地の名誉もないけど、君のこと話したくないんだ。みんな帰るじゃない。帰るは帰るでも今なんだよ。君が何にどんな恋を重ねて、どんな人と笑い合ったか、一人で奏でて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、髪が雨が降って一緒に寝になっても僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って抱きしめ合って愛し合ってまだ元気だ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地も名誉もないけど、君のこと守りたいんだ。金もないし力もないし地も名誉もないけれど、君のこと去年、SNS で売れたらしいです。若い人があの SNS でやってね。なかなかいいんだよね。これがいいから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 ね。メギーの歌です。ちょっと俺たちっていつもね、朝から帰ってね、ここから帰ってね、朝から帰って
しょうがないから、うどん食いますI'm not afraid to die.